はい、どうも、エンタのゲームインザボックス。引き続き、なぞなぞ、やっていきましょう。怪人ゾナーです。はい、ということで、第3週目じゃなくて4週目です。何のフェイントやねん。何のフェイントやそれ。びっくりするわ、ほんま。はい、ということで、続きからアドベンチャーモード、やっていきましょう。前回は2階まで入って、2階のトイレで、ズーケやったっけな。図形のやつ、図形のクイズ出してくれやつ、クイズっていうかなぞなぞ出してくれやつに勝って、で、あの物理で叩くやつね、あのメガトンハンマーかなんか知らんけど、そういう手に入れたんだよね。で、その図形室の先生に赤色の絵の具を取ってこいっていうね、謎の謎の指令が下りまして、それをちょっとやっていきましょう。どうしようかな、用務室から行こうか。ちょっと無難なところから、一徹さんから。いや、お客さんかい、君はどこの生徒じゃ。ん、さっき会ったばかりじゃと。そうじゃったか、すまんすまん。もうボケが入っている。用務員さん、もうボケが入っている。わしゃこう見えても昔はマーシャルアーツの達人じゃったんじゃ。というのは嘘じゃ。なんだその見えすぎた嘘。見えすぎた嘘なんやねん。え、絵の具、はて何のことじゃ。また遊びに来るのじゃ。そっか、絵の具持ってないか。2の1行こう。あゆみちゃんね。はい、あら、どうかしたの。乱次郎先生に絵の具を頼まれたの。私絵の具持ってるわよ。でも、ただではあげられないわね。じゃあ、なぞらボトルに買ったらあげてもいいわ。オッケー、わかった。あ、先週1個減ってんねや。あ、そっか。先週三角形でミスったやな。三角錐かなんかやったね、答え。いや、あの、三角って答えちゃって間違えたんだよね。ああ、それが今響いてんね、そのまんま。なるほど。ちゃんとその状態でセーブされんだね。わかったわかった。一問勝負。勝てば、絵の具もらえます。勝ちましょう。溶けるとなくならないで出てくるものってなんだ。溶けるとなくならないで出てくるものってなんだ。なくならない、溶けるとなくならない、出てくるっつうのがよくわからんな。何やろ、答えとかじゃないの。そんなかっこいい問題じゃないんかな。こう問題が解けると答えだけが出てくるよみたいな、そういうなんかちょっとファンタジックな。そんなんだから、そんなやつ、答え、なんかそんなおしゃれな、おしゃれない、ありそうやな。答えってあるで。答え。ああ、正解や。おお、おしゃれな問題。あゆみちゃん、おしゃれやね。すげえな。この問題難しいな。ね、問題解けた？うん、ああ、解けた。え、答えわかったの？問題が解けて出てくるものとは答え。というわけで答え。正解は1だね。あとは、もう、あの、消化試合ですけれどね。アイスが溶けちゃった。あれ、アイスの棒に何か書いてあるよ。何々？答え。答えって書いてあるよ。というわけで答え。氷が溶けるところ、氷が溶けることを答えが分かったから。うん、よくわかる。氷が溶ける頃答えが分かったから。ようわからん。ちゃんと読めてもようわからん。とりあえずこれだね。はい、正解。はい、絵の具ください。もういいです。もう、あの、糊とかいいです。もう絵の具ください。もう絵の具ください。はい。もう絵の具をくれる糊だけでいいんです、あと。ちょっと手加減してよね。でもやっぱり肩だけじゃ物足りないわね。じゃあ、交換条件としてちょっと私に付き合ってくれない？あゆみの言うことを聞きますか？はいかイエスっていう。はいかイエスって意味一緒。意味一緒。イエスにしようか。じゃあちょっとこっちに来て。ないない。物理で叩かれんじゃないの？物理叩かれたよ、今。何したんやろ？何やった今。何されたかよくわからんねんけど。あ、あゆみに干潮されてしまった。もう、おてんばやな。お尻がちょっとヒリヒリする。干潮でええんやったらもう最初のなぞなぞいらんやん。極論ね。極論。絵の具あるけど、その色は持ってないな。
ああ、そうか、もう、いいねんな。赤色の絵の具さえ手に入れればええねんな。どうせ、でもあの図工の先生、次言うてくるで。次の色言うで。もう赤の絵の具。はいはい、よかったよかった。一部分だから描けてきたぞ。さあ、このまま世紀の名作を描き続けよう。おお、ないないない、足りない。絵の具の色が足りない。私の人生の傑作を描くための絵の具が足りん。足りん足りん足りん。なんて一人でエコーを描けてる場合では。このノリ選手やったな。まだ言うかこいつ、ほんと。もう絵の具ぐらい買えよ、自分でも。以下省略になったわ。はい。青か。青な。多分俺2組ぐらいのやつが持ってると思うんだよね。2組のやつぐらいが持ってそう。うん。なんかそんな気がするんだよ。だから2組を、行ってみよう。持ってないんかい。予想外すんかい。3組か。3組でも、ああ、そっか、みほちゃん持ってないよな。じゃあ4組か。いやあ、こいつめんどくせえわ。こいつめんどくせえやろ。こいつ持ってったとしてもめんどくさいで。ああ、はいはい。私めにお手伝いすることになることなんでしょうか。はい。絵の具探してる。あ、あるやん。持ってるやん。ほら、やっぱな。めんどくさい、めんどくさい。ほら、こいつ。こいつやっぱめんどくさいね。なぞなぞか。こいつもなぞなぞ勝負。一問勝負ですね。わかりました。お昼の12時ちょうどに絶対いるのは小学何年生？お昼の12時ちょうどに絶対にいるのは小学何年生？あ、これクソ簡単やな。これクソ簡単やね、ほんと。小学何年生？小学何年生って聞かれたからなんて答えたやん。5年生やと思うんやけど。5年生まで答えた方がいいんかな。5でええんかな。ややこしい聞き方しよるで、ほんと。5っていう答えがないもんな。5年生まで答えなかったな。5、あれ？ 5 年生がないぞ。あ、数字で答えるんか。ねえまで答えた方がいいんかな。5年っていうのがあるわ。これでどうや。お、なんやねん、めんどくさいなこいつ。5でええんか。5で、小5やろ。いやー、めんどくせえ。なんかもらえたし。負けてももらえるんかい。小学5年生やろ。合ってたんじゃないの。あ、てか地下室行けんねや。ちょっととりあえずプライドだけ回復してもらおう。お願いします。はい、無理しちゃダメよ。エンタ君元気出してね。割と簡単に割と簡単に元気なんだね、君たちは。本当にそれなら別に保健の先生じゃなくてもいいような気がするけど。頑張ってねって言われただけやで、本当に。じゃあとりあえず青い絵の具は取ったから、もう行こう。どうせ黄色とか言うねんで、次青赤ときたら、じゃあ赤青ときたら今度は黄色やろ。ピンクか。ピンクか。もうなんか白い絵の具と混ぜろよ、赤を。もう図工の先生やねんから、そこらへん起点を聞かせよ。もう持ってない。誰が持ってんの。あ、1年の可能性もあるんか。そっかそっか、1年も行かないといけないんか。絵の具持ってないですもんね。あのじいちゃんボケるだけだもん。でついでに地下室行ってみっか。地下室行ってみます。何があんのこれ。お、なんか怪しい音。怪しい音してるよ。お、正解してる。部屋の奥から何やら音が聞こえてくる。
戦闘員、ヒー。謎の戦闘員が現れた。ヒー。ここは謎ら妖精特訓。普通に喋れるやん。ここは謎ら妖精特訓施設だ。おう。一組の机と椅子。その上に得体の知れない装置が置いてあるだけだが。ヒー。見られたからには生かしておけない。ヒー。もしかしてお前も謎ら目指してんのか。そうか、それならとっくに参加させてやろう。ヒー。そうだ、特訓だ。謎らバトルに強くなるには、謎ら手帳の文字入力の特訓が必要なのだ。こっちへ来い。おう。なにこれ。ヒー。これが、謎日本支部長である、ゾナー様自ら発案された文字入力特訓装置。タイピングゾナー。それは置いといて。置いとくんかい。真ん中の光ってる部分に沿って、お前の謎ら手帳を差し込むのだ。おお、差し込んだ。タイピングゲームか。これの点数でなんかあるんだよね。なんか先週やったそれ。あったあった。じゃあ頑張ろう。タイピングゾナー。まあレベル1がいくね。うーし、ごーい。おさぞ、なんだ。タオ、タオ入生とか。はい。よーし、ま、目線がこれ。4。あ、待て。6。はーひ、ひ、はい、ゼロ。数字、数字そんなに書かないの。が、その方向に書かれそうなやつをやってみよう。ふ、はひ、ふ、ご、よし、三、すごいな。四、数字押さえよ。七、はい、ゼロ。か、よし、九、三、あ、終わった。どうだ？何点？成績が、成績は不利なんでしょうけど、あ、ボーナスが、ボーナスが。あ、ボーナスついたってこと今、千七点。ちょ、何点あんのこれ。いつもあんのこれ。虹。虹、虹。はい、橋。は、橋、岩。ゲイ、タチ、トラ。テト、トラ。おじゃい、豆。ま、め、カモ。カー、マミウメモ。44。いえ、負けた。いえ、はい、イゴ。はい、イゴ。用事、やるなにゃ。うん、終わった。9問。これ頑張ったよ。お、ボーナスいた。お、現地の6点。ちょっと何じゃん、これ。やらんかったよかったっていう。ひじき、後悔したぞ、やらんかったよかったって。なんだかんだない。ひじき、カタカナさん。き。よいしょ、花火。ちょっと待って、待って。違う。はい。600。あ、癒し問題、癒し問題。数字が癒しや。あ、そっか。予測点が満点で終わったわ。そっか。入力者が満点で完全に飲み込んでたわ。バット。はい。794。なんで予測点かにあんねん。794がなんで予測点かにあんねん。OK、クリア、クリア。よし、クリア。ボーナスついて。なんでな。OK、先手。これ、失敗するまでやるかな、これ。終わらせときは。おーい。おかげ、はい。クレヨン。クレヨン。ブラジル。ブラジルの人聞こえますか？ブラジルの人聞こえますか？ブラジル。4109。はい。ミニカ。ミニカ。はい。14枚。なんで14枚なの？なんで14枚なの？そこの疑問が。5141。はい。ボンボン。ラミです。7も正解。全然やってん。ちょっと何個あんのゾナ。何個作ったんぞな、本当に。ピッチャー。見せ、スモーサーズが見せ。ピッチャー、はい。ズワイガニ。ズワイガニ、スマッシュ。スマッシュ、はい。パン屋さん。パーン。屋さん、はい。キリギリス。キリギリス、はい。岩手県。あ、見ない。惜しいな、検討したいけどな。結構頑張ったけど。おー、なんかすごい、もう、これ以上ないような BGM でクリアしたけど。これ以上ないような音はしたよ。うん。終わりか。よかったよかった。やっと終わったわ。とりあえず7700点取ったよ。よく頑張った。褒美にこれをやろう。なんこれ。忘れる。あ、相手を混乱させると、プレイヤーの知ってる問題を相手が出し直してくる。おお、そうね。今までの記録を更新できしてるぞ。すごいぞ。ひぃ。おお、生徒員の記録を破った。ひぃ。バーカーつって。屈辱させる。バーカーつって。再チャレンジしません。
はいのとこに置くなよ。もう何分かかんのこれ。俺一回行こうと思ってついでに地下行こうと思っただけやったのに、すんげえ時間かかった本当。2階なんだな。じゃあ1の3、あ、2の3行ってみるか。みほちゃんかいない、みほちゃんしかいない教室。1年生は図工の時間がまだないから1階の教室には絵の具はないわよ。でもここにもなさそうね。パレットあるんだけど。あ、でも知ってる？絵の具って混ぜるといろいろな色になるんだよ。不思議ね。ってことは白、白色を誰かからもらえってことか。絵の具もうない、持ってないか。ちょっとお前、白。白くれ。白でいいんだ、白。ちょっと、誰もいないやん。白くれ、白。誰も白、白の情報をくれない。トイレにあるやろ、なんか白。あ、お前持ってるやろ、お前。おい、持ってるやろ。ああ、頑張っとるわ。そんなトイレに掃除ずっとやっとるやん。お、なんだ。一問勝負。なんか勝負しないといけなくなってしまった。誰かに出会って絵の具もらえへんかなとか思ってたら、こいつと勝負になったやん。野球の試合なのに守らないで打ってばかりいる虫ってなんだ。これ一回やったやろ。一回やったってこれ。一回やったやん。バッターやろ？バッターや、バッター、バッターや、バッター。おい、はい、正解。よし、理由。野球で打つ人のことをバッター。はい、1だね。よし、いけー。よーし、なんか白絵の具、白絵の具くれ、白絵の具をくれ。お、落としていった。メガトンハンバーもらったんやけど。あー、手に入れるのはボックスの容量2必要。じゃあなんか捨てなあかんのか。フライドリンクいらんやろ。捨て、もう使ってまい、使ってまい、使う必要はない。捨てよう。捨てんのすっげえめんどくせえ。毎回ハイにしなあかんのか。はい、フライドリンクもう一個捨てて。はい、オッケー、これで開いたやろ。よーし、どうしたらいいか超難しいんやけど。ないないな、展開があったぞ。お、行くと先生。やっと見つけたぞ。こんなところにいるとは。美穂君、ここは2階だぞ。さあ1階に戻るんだ。ん？これはなんだね。ああ、おお、結構良さげなパレット。こう、これは2年生が使う絵の具道具じゃないか。これは2年、いや、レベル2の生徒が使うものだ。というわけで先生が募集する。ああ、あとで？まあいい、さあ早く来るんだ。エンター、あとは頼んだぞ。エンタ君、またあとでね。ミホちゃん怒られたわ。ガラガラ。パターン。1の1へ強制損か。はい。1の1へ行ってみよう。絵の具持ってんの？絵の具ごと持ってかれたんじゃないの？大丈夫？せっかく手に入れた赤の絵の具が、どっか行っちゃう可能性もある。結局、みほちゃんに話しかけりゃよかったんか。あ、エンター、みほくんをちょっと目を離した隙に見失ってしまったよ。ははは。何、絵の具とパレット？そう、それは、他の生徒には絶対に言うんじゃないぞ。パレットは前先生に渡した。絵の道具を欲しがっているという噂を聞いていたんでな。ははは、は、保健室に行ってみよう。たらい回しやないか、ほんま。たらい回しを。
ことごとく嫌う男だから、ほんとたらい回しやんけ、こんなんもほんとに。そこのゴバカなんで捨てんねん、欲しかったんちゃうんけ。ゴバカ漁りましょう。はい、あった？見つからなかった。そういえばさっき用務員の一徹さんがゴミを回収していったわね。あの人一日に何度もゴミを回収に来るのよ。普通ゴミ捨ては掃除の時間1回だけなんだけど、用務室に行って一徹さんに聞いてみたらどうかしら。それとこのことは幾人先生には内緒にしておいて。それじゃ行ってらっしゃい。用務室行ってみよう。なんでこいつ捨てたんや。そこら辺の裏話を聞けよ。追求しろ追求。本当に2階か。完全にたらい回しやんけ、これ今日もう、この学校の。学校たらい回しですわ、ほんと。ん？ケース、ゴミの中に絵の道具がなかったかじゃと？どっかにあった気がするの。最近忘れ物がひどくての、思い出すまで時間がかかりそうじゃん。そうじゃ、謎のバトルをすると思い出すかもしれん。その原理がわからん。謎らバトルした思い出す原理がわからん。一問勝負な。当たった。ひょうはひょうでも相撲の大好きなひょうってなんだ。ひょうはひょうでも相撲の大好きなひょうってなんだ。ひょうでしょ？土俵ぐらいしか思いつかへんねんけど、土俵は相撲が好きなのか？土俵は相撲が好きなのかね。そう、相撲が勝手に土俵の上でやってるだけじゃないのか。いいのか、土俵でいいのか。まあやってみるか。土俵、土俵だ。いいんだ、正解なんだ。理屈がようわからんけど、相撲を取る場所、土俵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 、ガオーというわけで土俵。ヒョウ A、あ、ガオー。ヒョウ B、ガオー。ヒョウ A、ガオー？ガオガオ？ヒョウ B、ガオーン、ガオー、ガオーン。なんだかさっぱりわからない。なんやねん、その2の、2の理由なんやねん。今日何曜日？土曜日。土曜日、土曜日、土曜日、ヒョウ、土ヒョウ。意味がわからない。1か。いや、もうその土俵が相撲好きとは限らへんやん。ようわからんわ、その。一徹ようわからんわ、ほんと。そんなんやから、あれやね、T シャツ、KO 欲しいやね。T シャツかなんか、ジャケットかなんか知らんけど、なんで KO 欲しいやね。相撲好きのくせになんでその KO 欲しいやねんな、ほんま。思い出したのじゃ。これじゃ、これここにあったのじゃ、持っていくが良いのじゃ。持っとんねやないか。もうなぞなぞ解いてるふりしてパクりゃよかったのに。なんか思い出そうとしてる。捨てるには惜しいので、ちっと拝借しただけじゃ。ああ、そうね。おお、そうじゃそうじゃ。これもあったのじゃ、持っていくが良いのじゃ。あ、白やん。持ってたんかよ。なんかようわからんけど見つかったわ。よーし、行くぞー。待ってる、この野郎。お。ピンクええやんけ。もうそこで作れや、お前が。お前、図工の先生やろ。自分でピンクぐらい作れよ、お前。白と赤で。犬の3か。おう。はい。あ、白の絵の具持ってますよ。はい。グリ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 。やった、できたわよ。はい、ピンク。はい。ありがとう、みおちゃん。ほんと、あの、図工の先生、もう、ほんと、ズボラだから。両方持ってんのに、赤も白も持ってんのに、自分作んないんだよ、あいつ、ほんとに。で、はい、何ない。何の色。なんだ、なんだ。黒。黒は、あれや。全部混ぜろ。それっぽい色全部混ぜたら黒なる。もうちょっと美穂ちゃんに相談や。すぐ教えてくれるできっと。お、黒の絵の具？青と赤と緑。あ、緑が足りない。緑はあれだ。胃の2やろ。
絶対にノニーやこいつ緑持っとるわ。ああゾナーに合わせたら絵の具をあげるよ。ナズラバトルでいいんか。いや通信機能あるからすぐ呼べると思うんやけど。ナズラ手帳に一問勝負な。分かった分かった。もあちょ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 消えた消えた。ちょっと連打してたら連打してたら問題消えた。なんて持っていないと恥ずかしくなってしまう野球の道具ってなんだ。持っていないと恥ずかしくなってしまう野球の道具なんだ。持ってないと恥ずかしい。照れる。照れちゃう。なんやろ。恥ずかしい。はずい。持つものやろ、でも。ボール。ボールか、グローブ。恥ずかしくなるつのがよくわかんないな。なる、どうも言葉を崩していけんや。ヒント使うか。先進首脳、首脳会議。略して先進首脳会議。え？略してヒントもなぞなぞなっとるやんけ。なんねんこれ。洗脳。旋回。なあ。先進国首脳会議。先進国首脳会議。なんや。オペック。なんや。エイペック。いや、知らんて、知らんて。いやいや、ヒント難しいな。ヒント難しいぞ。ちょっと何が、アイテムなんか使おうか。お助けは何なんや。一文字思いつく。お助け使うか、じゃあ。よし。つ、なんちゃらつ。なんちゃらつ。バット。バットかな。ミット。ミット。サミットか。ああ、そういうことか。先進国首脳会議はサミット。じゃあ、ミットか。ああ、じゃない。カタカナか。通話ええやん。通話ええやん。ミットだよ。ミット。どうだ。おお、そうなんや。なんで？なんで恥ずかしいんやろ。おい、準備はいいか。オッケー、準備いいぜ。じゃあ行くか。って、ミット持ってないじゃん。あ、ほんとだ。よく見とけよ。見とけ、見とけ、見と、見と。というわけで、ミット。おい、みんな、準備できたか。行くぞ。ウィース。ん？ミットが入ってないじゃないか。なんやってんだ。会場でミットがなかったら、ミットもないだろう。というわけで、ミット。おい、みんな、準備できたか。行くぞ。ウィース。おい、お前ら、これ持ったか？ミット。これがないと、ボールが打てないぞ。監督、それはミットじゃなくて、バットっすよ。というわけで、ミット。全然わからへんて。なんやろ、2かな。会場でミットがなかったら、ミットもない。ミットもないから、ミット。ってことなのかな。そういうことか。いや、この問題、わけわからんで、ほんと。ほんとわけわからん。これはわけわからんわ。これは時間かかるだけやったな。めっちゃ難しかった。お、なんか鳴ってる。おぞなや。うわはは。おベイビー、元気にやっちょるかい？なにぞな？ちょうどよかった？私の熱狂的なファンがそこにいるぞなか。しかも、元気な女の子？すぐに行くから待ってるぞな。ホラ吹きやん。来た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 やん。バタン。ふうははは。私が怪人ゾナーだ。おベイビー、お待たせ。かわいい子猫ちゃん。
元気な女の子はどこぞなか？なに？元気は元気でも名前ぞなか。しかも男の子ぞな。あー、勘違いぞなか。無駄なカロリーを消費してしまったぞな。めんどくさいやつやな、これ。帰るぞな。帰っちゃう。なんかわかんねえけど、すげえな。感動したぜ。ジーン。ああ、そうか。約束だ。絵の具あげるよ。オッケー、緑ゲッツ。よし、そしたら、ようちゃんに混ぜてもらおう。グリ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 。はい、できました。黒です。よし、完成。いやー、長い長いお使いをね、ずっとやってますよ、ほんと。永遠と。おー、黒だ。もう大丈夫やろう。絵の完成が近くなり、作業に集中している。君は絵が出来上がるまでしばらくそこで待つことにした。待たなあかんのかよ。何しやね。とりあえず、みおちゃんと会話するか。あ、エンタ君。よかった、エンタ君で。はいはい。信用してるからね。それはそうと、絵の具どうだった？ああ、そう、それはよかった。でもどうして図工の先生が絵の具持ってないのかしら。不思議よね。そうよね。不思議よね。何次郎先生はいかがお過ごしでしょうか。そうですか、楽しみにしております。短い会話を終えて、二の二。絵の具どうだった？役に立った？そりゃよかった。それにしてもゾーナーかっこよかったな。男たるもの、ああなりてえよな。目指すとこはちゃうと思うけどな。はい。あら、また来たの？さっきの絵の具役に立った？あ、そうなの。ランジロ先生も面白い人よね。でもその絵興味あるわ。後で見に行こうかしら。じゃあまたね。さあ、あとはもう用務室ぐらいやぞ。おお。さっき会ったばかりだ。もう忘れとる。相撲か。あ。それは覚えてんねんな。完成したみたいか。オッケー。もうだいたいフラグ立てたんじゃないのこれ。これでもう、あとトイレでも行って、それで行きゃ大丈夫やろ。まだ掃除してんのかこいつ。真面目やなこいつ。こいつほんと真面目。真面目やわ。ナーゾに入ってること以外は真面目やわ。あ、どこ行った？置き手紙がある。絵ができた。みんなに自慢してくる。とりあえずランジロ先生を探してみよう。ちょっと入れ違いやん。俺がトイレ行ってる間やで、どうせ。トイレ行ってる間やで。感動のあまり涙が止まりません。もうみんな見てるやん。もうほんまトイレ行ってる間やで、ほんとに。トイレ行ったせいやで。あ、ランジロ先生がやってきて、あ、びっくりしちゃった。はい。先生ってことを気づかなかったみたい。そうそう、絵を見せてもらったわ。とてもいい絵ね。エンタ君まだ見てないんだ。見せてもらうといいよ。きっとエンタ君も感動するわよ。ちょっとどんな絵を気になってきたやん。そんなみんな見たって言ったら、気になるで。へっぽこの絵を見せて、無理やり見せてもらったけど、やっぱへっぽこだったぜ。多分見ても損するぜ。お、意見が全く逆やな。こいつは意外と美的センスがないのかもしれない。おう、来たか。へんてこな絵。超すごくない？ああ、そうなの？あなたまだ見てないんだ。でも超すごいわよ。じゃあまたね。ちょっともう完全に入れ違いを起こしてるやん。あ、ま、ん、一徹にまで見せてんだね。つって。忘れとんねんやねんか。あいつまたもう絵見たばっかりやのにもかかわらず、もう絵の出来を忘れとんねんで。なんであいつほんま。来た来た。おったおった。ギク。おお、少年を待っていた。我が作品が完成したのじゃよ。一生のうちでもう二度とできないような。類まれならそれでいてどこか懐かしいような。お母さんの匂いがするという、そんなような絵が完成したのじゃよ。君も見せてあげようではないか。というか、見るべき。いや、見ろ。なになに？約束の謎ラボトルをしろ。そんなものは後でいくらでも付き合おう。だから見るのだ。デンジの音を見ますか。やめとく。ものすごく怪しいので遠慮することにした。おお、私の一生のうちでもう二度とできないよな。類まれなる。それで言ってた。は
その絵を見ないというのですか？アンビリーバボー、信じられません。お、なんだな、ゾナから通信、どうしよう。いや、無視が魅力的やな。無視しよう。はい、取り込み中なので無視することにした。めっちゃなるやん。めっちゃなるで。どうにかしてくれ。お、なんだなんだ。ほら、無視しないでくれ、ゾナ。ゾナは悲しいぞな。友達になったばかりぞな。ゾナは一応これでもゲームの主役ぞな。言うね、言うね。それでは気を取り直して5本。わーはは、おうべいべい、調子はどうだい？ここで君に耳寄りな情報だ、チェケなベイベイ。何ぞな？今忙しい？そうぞなか。で、何事ぞな？一生のうちでもう二度とできないような類まれなる、それでいてどこか懐かしいようなお母さんの匂いがするという、そんなような絵をこの学校の図工の先生にして、今世紀最大最後の芸術家であるランジェロ先生が完成させたので、これから見るところぞなか。それを俺エンタは言ったんやな。エンタ少年はよう覚えとったな。それはよかったぞな。絶対興味ないじゃないぞな。ランジェロは何ぞの手下ぞな。その一生のうちでもう二度とできないような、それを、その絵を洗脳ピクチャーズな。そうなんや。で、その一生のうちで詳しい話はそいつに聞くといいぞな。あとはよろしく、センキュー。何、洗脳ピクチャーか、それが。なんと乱次郎は何ぞの手下だったのだ。バレてしまっては仕方がない。そうだ、ゾナーが言う通り、何ぞ様の命令でお前を倒すために、一生のうちでもう二度とできないような類まれなる、それでいてどんな絵をこの学校の図工の先生にして、今度は私がお前を利用して生徒たちの心のこもった絵の具をいろいろと集めさせ、芸術センスが爆発的に高まったところで、やっとの思いで完成させたのだ。ランジェローの話は長かった。この絵を見た者は、私の言うわがままに、言うがままに、なぞなぞを出し続けるように洗脳されてしまうのだ。おーおーおー、この作品の名前は、略して、洗脳ピクチャー。ん？そのままだと？芸術とはそういうものだ。ということで、先ほど君がちょっと目を離している隙に、この学校の生徒たちすべて、洗脳ピクチャーで洗脳したのだ。私となぞらバトルしたいなら、最低でも我が忍べ4人とナズラバトルをして勝つことじゃな。4人以上だ。決闘の場所はここを図工室にするとしよう。それまで私はその辺をぶらつくことにしよう。それでは失敬。めんどくせ。ここまで散々なぞなぞやったらまだなぞなぞやらなあかんか。ちょっととりあえず、ズーケやろ、ズーケ。ゾナーがいた。なんやねん、こいつもかよ。こいつも洗脳されとれないか。ほんとめんどくせえな。なんで見とんねん、あんだけ忠告しながら。パパが塗ってもまんまれぞとな。それはさておき、気合い入れてナドラバト行くぞな。よーし、しゃあねえからやろう。拷問勝負、めんどくせえ。多いな。起きているときは静かなのに、寝ていると騒ぐものってなんだ。起きているときは静かなのに、寝ていると騒ぐものってなんだ。なんやろ。寝ていると騒ぐの。騒ぐってなんやろ。いや、わかんない。ヒントだ。朝起きるときは何の音で起きる？目覚まし時計か。目覚まし時計。目覚まし時計。起きているときは静かな、寝ていると騒ぐ。目覚まし時計でいいんか。そっか、起こしよるからか。目覚まし時計。さ、目覚まし時計どうだ。正解。さあ、なぜかリンリンリン、なんか鳴ってるぞ。なんだ、電話か。
2. 寝ているときは電池が切れていても気づかないから。 3. リンリン起きろ起きろというわけで寝ているときに騒ぐものは目覚まし時計。 3. だな。はい、正解。さあ次出せ。早く2問目出せこの野郎。 OK、 2問目。何でもかんでも言われたことを聞いてしまうお寿司ってなんだ。何でもかんでも言われたことを聞いてしまうお寿司ってなんだ。なんやろ、言われたことを聞いてしまう、聞く聞く、マグロ。いや知らん知らん。マグロじゃないでしょ。なんやろ、お寿司。もうヒントヒント、もうどんどん使おう。何でも言うことを聞いちゃうことを言いなりって言うんだよね。それに寿司をくっつけるとどっかで聞いたことがある食べ物になるよ。答えやんけ。なるほどな。そっか、いなり寿司もそうやもんな、寿司やもんな、いなり寿司。お、正解だ。よし、なぜか最近には珍しいくらい純朴でいいやつだから。に、お前って誰の言うことも素直に聞くんだな。それじゃあ言いなりだぜ。言いなり言いなり言いなり寿司というわけで言いなり。3、お弁当に入っているととても嬉しいから。なあ、個人的な感想なんやねんそれ。個人的な感想なんやねんそれ。ほんとお弁当に入ってると嬉しいやろうけどやな、全然関係あらへんやん。3問目。物を切ることができないのにハサミって言われるものってなんだ。物を切ることができないのにハサミって言われるものってなんだ。なんやろ、物の切れないハサミ、なんやろ、ハサミ、ハサミ、ハサミ、ハサマ、ハサミ。いや、わかんない。ヒント、ハサミというよりは挟むかな。挟む、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 なんや。挟む、挟む、わかんない。アイテム、助け、お助けに使おう。お、せ、せ、せですか。せ、挟む、成績表、責任感、瀬戸物屋さん、潜水艦、洗濯バサミ。なるほど、洗濯バサミだ。よーし、正解。さあ理由です。顔面洗濯バサミは危険な行為だから。それお笑い番組とかで見るやつやん。に、洗濯バサミがもしハサミだったら洋服が切れてしまって干せないから。3、錆びついてしまって切れなくなっていたから。2だな。正解。なるほどね、難しいな本当このゲーム。謎謎って難しいわ。とりあえず勝てたけど、なかなか硬い頭じゃ勝てないね。お、なぜら手帳にメッセージが表示されている。おめでとうございます、集めた謎謎がついに50問超えました。エンタさんの謎らランクが謎謎男爵になりました。ありがとうございます。謎謎男爵か、ルネサンスって言わなかった。お、謎ら手帳にパスワードモードが追加されました。パスワードモードはメインメニューから選択できます。エンタさんはパスワードをどこから手に入れましたか。パスワードを手に入れたらパスワードモードを試してみてください。あ、そうですか。お、頭が痛いぞな、痛い、ギャーギャー。なためっちゃ痛がんねや、洗脳された後って。ん、エンタ何してるぞな。え、私と謎らバトしてたぞな。本当に本当ぞな。相変わらず信じない。またびっくりして、あれか、尻餅つくやつやな。エンタに通信する前に図工室の乱次郎に会ったぞな。会ったんかいな。
あ、出会ったんだな、図工室で。ガラガラ、バタン。失礼します。相変わらず礼儀正しいねんな。私が怪人ゾナラ。おお、ゾナ君とやら、いいとこに来た。我が作品が完成したのじゃよ。一生のうち、一生のうちでもう二度とできないような類まれなその絵を完成したのじゃよ。君を見せてあげようではないか。なんだか怪しいぞな。あとで、見物料を取ったりしないぞな。そんなものは取ったりいません。ただじゃよ、ただ。そうぞな。ただなら見てやるぞな。お宝鑑定士ゾナ様が値打ちを調べるぞな。ふふふ。もったいぶってないで早く見せるぞな。それではお見せしよう。これが略して洗脳ピクチャーだ。なんだか妙竹林、妙竹林な絵ぞなね。というか下手くそぞな。センスないぞな。鑑定結果は0円ぞな。ん？今なんて言ったぞな。洗脳ピクチャーだ。ゲ、マジドな、まさか。そうだ、この絵を見た者は、私の優雅マナーに、なぞなぞを出し続けるように洗脳されてしまうのだ。恐ろしいな、洗脳ピクチャー。お前の何ぞの手下か。早くエンタに知らせるぞな。なぞな手帳は、わ、ゾナーカーに置きっぱなしぞな。持っとけよ、何のための携帯性やねん。ギターなんか持ってんねやったら、謎なら手帳持っとけや、ほんま。あいつほんと許せんわ、ほんとに。というわけぞな。エンタ、私としたことが面目ないぞな。今度から気をつけるぞな。ところでエンタ、今の謎なランクはないぞな。謎なと男爵ぞなか。まあまあぞな。エンタのおかげで私は正気に戻ったぞな。それでは手分けして洗脳された生徒たちを助けるぞな。センキュー。気を取り直して洗脳された生徒たちを助けに行こうってなってるんですけど、ちょっと今週はここまでしましょうかね。あ、ね、ナゾラのレベルが上がったからかな。あー、そのパスワードを使えるようになったからってことか。なんかちょっとナゾラ手帳の色が変わりましたね。外見が変わるっていうのはどういうことなんやろ。どういうシステムなんやろ、ようわからんけど、とりあえずセーブしましょう。はい、ということで次回はこの続き聞かれますので、次回来週木曜日またお会いいたしましょう。エンタのゲームインザボックス、今回はここまでしたいと思います。また来週、ご視聴ありがとうございました。